次の団体は串川中学校吹奏楽部の皆さんです。私たち串川中学校吹奏楽部は1年生17名、2年生30名、3年生20名の計67名で活動しています。今年は岡山で開催されたマーチングイン岡山において岡山市教育長賞サウンドスポート賞を受賞することができました。この大会には初めて出場しましたが、とてもいい経験になりました。また毎年行われる全国大会に4年連続で出場することが決定しました。来年の1月14日に県総合体育館で定期演奏会を行います。ぜひご来場ください。パフォーマンステーマはメイクヒズプライズグリーディアスです。それでは串川中学校吹奏楽部の皆様お願いします。ただいまのパフォーマンスはうるま市立串川中学校吹奏楽部の皆様でした。皆様大きな拍手をお願いいたします。